はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきます。今回はね、ブルーハワイですね。カクテルのブルーハワイです。まあ、氷が溶けちゃうとやばいので、ちゃちゃっと作りますけど。ね。まあ、有名ですね、ブルーハワイ。ホワイトラムのベースのカクテルです。ですね、シェイカーを使います。シェイクです。ラム、ホワイトを 30ml。めっちゃこぼれた。そして、パイナップルジュース 30ml。トロピカーナね。トロピカーナの。パイナップルジュース。高いんだよ、これ。まあ、これちっちゃいから、あれだけど。これを、まあ、ストローこれ使おう。ナイスアイディア。30ml。30ml。パイナップルジュースは、あまり、1リットルのやつで売ってないんで。まあ、売ってるか売ってるのか。あ、でも、あんま売ってないですね。そして、ブルーキュラソー 15ml。そして、最後にレモンジュース。これはフレッシュレモンジュースですね。を 15ml。加えまして、シェーカーに入れて、そしてシェイクしまして、シェイクしまして、クラッシュドアイスを加えた、ゴブレット。まあ、ゴブレットじゃないんですけどね。に、注ぎます。全部で容量が30、30の60、90ml ですね。案外あれだな。もっとクラッシュドアイス入れた方がよかったか。ね。かなり鮮やかな色のね。カクテル。そして最後に ストローを添えて、完成と。ね。出来ました。すごいですね。まあ。ね。すげえ鮮やかな。ね。はい。ブルーハワイ。ね、ブルーハワイといえばね、まあ、有名なのがかき氷のブルーハワイですが、かき氷のブルーハワイというのはもともとこのカクテルのブルーハワイの味を、まあ、ベースに作られたと。いうことです。かき氷みたいになってるけどね。ものすごく。じゃあ飲んでいきます。乾杯。
かき氷のブルーハワイの味とは全然違いますね。うん。これは、パイナップルジュースの味が結構強い。かな。うん。そして、キュラソー。ブルーキュラソーの味も結構強いです。オレンジですね。オレンジの味。うん。それがミックスされたような味ですね。うん。まあ、ブルーキラソーの味が結構強いかな。そんで後味が、パイナップルジュース。うん。これは、ちょっと味が濃いというか、甘いのは、まあ、甘い。うん。ですね。うん。うん。甘い。うん。まあ、ちょっと、パイナップルジュースの、うん、味もしっかり感じられるんですが、うん、味がちょっと濃いね。うん。今まで味わったことないような、この、ダブル、パイナップルジュースと、オレンジキュラソーのね。うん。オレンジキュラソーじゃねえ、ブルーキュラソーか。の味わいになってますね。まあ言うてもそこまで別に、うまいってほどうまくはないのは間違いないですね。うん、まあ、色が綺麗だったというぐらいでしょうか。うん。まあ、ね。うん、って感じですね。パイナップルジュースか。ちょっとパイナップルジュースで作れるなんかないかな。俺作れるの。パイナップルジュースあんまりもったいないんで、これをまたベースっていうか作れるやつがあれば作りたいんですが。マリブパインは前作ったよな。あ、ケンタッキーだって。バーボンウイスキーとパイナップルジュース。すげえな。パイナップルジュースを適量注ぐやつが。あればいいんだけど、いいかな。うん、今日ねちょっといろいろ買ってきたんですよ。酒、給料出たんで。Sex on the beach は無理。メロンリキュールか。メロンだっけ？緑か。緑クソ高いんだよな。今日緑っていうメロンリキュールの値段を見たら2000円ぐらいしてね。くっそ高くて。びっくりしたんだけど。うん。あんなにするのか。というね。感じでしたね。
で、このね、ブルーハワイのレモンジュースをココナッツミルク。レモンジュースをココナッツミルクにしたのが、ブルーハワイアンという名前になってますね。まあ、ココナッツジュースなんてないので。あれなんですけど。ね。セーフセックスオンザビーチだって、そんなのあるんだ。セーフ。なんだよ。セーフセックスオンザビーチだって。あれかな。いわゆる、なんだ。海外にある、なんとかビーチ。なんだっけ。全裸ビーチみたいなのあるじゃないですか。あそこでセックスして、すれば、セーフみたいな感じですかね。そこら辺のビーチでやっちゃうと、アウトですけど。まあ、どちらにしろアウトなのは間違いないですけどね。どうなんだろう。ダメない。仕方ない。ガルフストリームを次作るか。作るか。どうしようかな。まあ、まともに作れるのが、そんぐらいしかないかな。ガルフストリーム今度作ろう。まあ、ブルーハワイ。まあね、別にという感じですね。個人的には。そこまで。まあ、まずくはない。マスクはない。が、しかし、うまくもないかなと。結構、ちょっと、なんか、複雑な味わいがするんでね。ちょっと好みが分かれそう。というほど好みは分かれないとは思うけども、まあ、あれじゃね？結構コクがある。甘みも強い。香りも強い。かな。まあ個人的にはちょっと、まあちょっとあれかなという感じでしたね。ということで、コク4つ星、甘み4つ星、香り4つ星のおすすめ度が3つ星です。まあ微妙です。もうぶっちゃけて言うと、もうブルーキュラソーの、パイナップル割りみたいなもんですよ。ほとんど味としては。もう大してわからん。あと、レモンジュースなんて入ってるのかどうかもよくわからん。ラム酒なんて入ってたの？っていうレベルです。ね。ということでご視聴ありがとうございました。